こんにちは、本解説チャンネルのサメです。今回は青戸水人さんが書かれたブレインドリブン、パフォーマンスが高まる脳の状態とはという本を解説します。この本はとてもおすすめの本です。例えばこんなあなた、やる気を出したい、ワクワクしたい、効率よく物事を達成したい、そんな方にとてもおすすめの本です。なぜなら以上のことにはすべてやる気に関わるドーパミンという脳内物質が深く関わっているからです。ではいつも通り最初にこの動画の結論を言っておきます。結論、やる気ホルモンであるドーパミンは生存や快楽に紐づいているため、人を突き動かすパワーが段違いに強い。そのため私たちは日々ドーパミンに操られていると言っても過言ではない。しかし逆にドーパミンを味方につけることができれば人生は好転する。というわけでこの動画では、1、ドーパミンが人を操る仕組み、2、ドーパミンを味方にする方法、3、一番重要な脳内物質という順番で解説していきますので、ぜひお楽しみください。1、ドーパミンが人を操る仕組み。まずはドーパミンについてです。ドーパミンは一言で言えばやる気ホルモン。人のやる気、活力、モチベーション、集中力、記憶力、快楽に関わっている大事な脳内物質です。このドーパミンについて理解する上で大事なポイントが3つあります。その3つは、快楽に関わること、報酬予測と報酬獲得、強化学習という3つです。この3つのポイントを押さえるとドーパミンへの理解が深まります。では順番に解説します。まず1つ目のポイントは、快楽に関わるということです。ドーパミンは快楽に関わる。ドーパミンが分泌されるときに私たちは快楽を感じている。これが大事なポイントです。次に2つ目のポイントは、報酬予測と報酬獲得です。これはドーパミンが分泌されるタイミングです。ドーパミンが出るタイミングが大きく2つ、報酬予測と報酬獲得の2パターンがあります。まず報酬予測とは、例えば何かいいことがありそうだとか、何か美味しいものが手に入るかもというようなタイミングです。そのように報酬を予測するようなタイミングで私たちはワクワクすると思いますが、このワクワクの正体がドーパミンです。そしてもう一つの報酬獲得については、こっちは分かりやすいですが、何か美味しい食べ物を手に入れた時とか、現代で言えばお金を稼ぐ時とか、目標を達成する時とか、活躍する時とか、そういうタイミングです。つまり私たちの脳では、まず報酬予測のタイミングでドーパミンが分泌され、やる気や活力や集中力が上がります。そして次にその報酬を獲得することができたら達成感を得ます。そういう流れです。また報酬予測については、私たちは一度快楽を得ることができた場合、その快楽をもう一度得たいと感じやすくなります。わかりやすく言うと、もう一度あのチョコレートを食べたいとか、もう一度あの快感を味わいたいみたいなことです。これが3つ目のポイントである強化学習です。強化学習とは、快楽を学習することでもう一度それが欲しいという気持ちが強くなるというものです。わかりやすい例として、ビールを飲んだことがない人はビールが飲みたくてたまらないとなることはないです。しかし何度もビールを飲んでその美味しさを知っている人は、ビールが飲みたくてたまらないとなりやすいです。これが強化学習です。人によってどの回路が強化されているかはもちろん異なります。ビールを飲んだら気持ちよくなれるとか、筋トレをして筋肉がついたら嬉しくなれるとか、会社で昇進できたら嬉しくなれるみたいな感じで、ドーパミンが出るパターンはいろいろあります。そしてこれらはいずれにせよ、繰り返すことで強化学習が進みます。人それぞれに強化されている行動パターンと強化されていない行動パターンがあり、基本的に私たちは強化されている行動パターンばかりを繰り返していることになります。筋トレで気持ちよくなることを覚えた人は、もうどん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 筋トレをするみたいなことです。というわけで以上がドーパミンの基本的な性質です。押さえるべきポイントとしては、快楽に関わる、報酬予測と報酬獲得、強化学習という3つがあります。またここまでの説明でわかると思いますが、ドーパミンのパワーは非常に強力です。基本的にドーパミンの分泌は、食べることとか異性を獲得することみたいな生存に有利な行動に紐づいています。そのように生存に有利な行動とか快楽とかに紐づいているだけあって、人を突き動かすパワーがドーパミンは強いです。人を突き動かす最大の原動力であり、私たちは日々このドーパミンに操られていると言っても過言ではないと思います。そのようにドーパミンが強力であるからこそ気をつけたい点があります。それはドーパミンの性質をとことん研究し、それを利用する人たちもいるということです。例えばビジネスの場で利用されています。依存症ビジネスという言葉もありますが、ギャンブル、ゲーム、スマホ、SNS、
買い物、ポルノ、お酒、タバコ、薬物、これらはいずれもドーパミンを出しやすい形で世に出ています。しかしご存知の通り、以上のようなものは簡単にドーパミンを出せる代わりに、やりすぎると体に悪いとか、お金がとてもかかるとかのデメリットがあるので、付き合い方が非常に大事なものです。ここまで話してきた通り、ドーパミンは数ある脳内物質の中でも特に重要です。だからこそドーパミンについて理解することは非常に価値が大きく、さらにその学びを生かすことができればドーパミンを味方につけることができます。ドーパミンをうまく利用し味方につけられれば、それは理想の自分とか理想の人生に近づくためのとても有効な一手です。というわけで続いては、そのドーパミンを味方につける方法について見ていきます。というわけで2、ドーパミンを味方にする方法。ドーパミンを味方にするためには目標設定の仕方が重要です。結論、3つのポイントを押さえて目標を設定することが有効です。その3つのポイントとは、目標達成の価値を明確にする、目標を細かく分ける、適切にフィードバックする、この3つです。順番に解説します。まず1つ目、目標達成の価値を明確にする。達成したい目標について、それを達成した時のメリットは何なのか、というのをとことん明確にします。例えば、給料が増えるとか、家族が喜ぶとか、上司に褒められるとか、どんな目標であれ、達成後のメリットが明確であればあるほど、私たちはそれを欲して、脳内でドーパミンが分泌されます。つまり、やる気が出るわけです。そして、目標達成の価値をはっきりさせたら、今度はその目標を細かく分けます。これが二つ目のコツです。例えば、志望大学に合格するの場合、じゃあ12月の模試では何点取って、その前の10月の模試では何点取って、じゃあ今週は問題集を10ページマスターしよう、ってことは今日は3ページ取り組もう、というふうに目標達成から逆算して目標を細かく分けます。これはなぜかというと、目標達成までの道のりが遠いと脳内ではドーパミンが出づらくなる、つまりやる気が湧きづらくなるからです。ですので、大きな目標を中くらいの目標に分けて、中くらいの目標を小さい目標に分けて、達成しやすい大きさにまで細かくしてしまうというのが有効です。具体的には年単位の目標であれば、そこから逆算して月、週、日という風にとことん細分化します。そしてこのように細分化すれば、今日の目標は達成、今週の目標はまあ70点くらい達成みたいな感じで、小さな達成感を積み重ねることができます。このように小さな達成感を得るときにドーパミンがまた出て、達成感、快感を感じつつ、さらにまたやる気が勝手に湧いてきちゃうということなんです。以上のように、まずは目標達成の価値を明確にし、次にその目標を細かく分けるというのが目標設定のコツです。では次に3つ目のポイント、フィードバックについて。フィードバックとは目標に対する進捗度の確認のことです。結論、このフィードバックによってドーパミンが分泌されますので、たくさんフィードバックをするのが有効です。先ほど目標設定の段階で、目標は月単位、週単位、日単位に分けると言いました。これらについて毎回達成度をフィードバックするわけです。毎日の終わり、毎週の終わりに目標の達成率や良かった点、悪かった点を振り返ります。このようなフィードバックによって、私たちはうまくドーパミンを出すことができて、勝手に頑張れちゃいます。またさらに言うと、1日、つまり24時間という時間についても、もっと細かく区切ってフィードバックの回数を増やした方がいいです。具体的には50分作業、10分休憩というようなやり方がおすすめです。例えば、付箋やメモ帳などを使います。まずページの真ん中にラインを引いて、左側に時間を書き込みます。9時から9時50分、10時から10時50分以下同様という感じです。そしたら、その50分ごとの作業が終わるたびに、その右側にその50分でやり終えたことを書き込みます。これがいい感じにフィードバックになって、50分で達成できたことが目に見えるので、達成感を得てドーパミンが出て、また次の50分も簡単に頑張れます。とりあえずやってみたらわかるので、一旦やってみてください。あ、これがドーパミンを操るということか、簡単じゃんってなります。とりあえず試してみてください。ただし、さっき言った50分作業、10分休憩というのはあくまで一つの目安です。なので、人によっては25分作業、5分休憩がいいとか、90分作業、30分休憩がいいとか、いろいろ個人差があると思うので、ここは自分の体でいろいろと試してみて、ベストなやり方を探してください。というわけで以上が目標設定です。では続いて3、一番重要な脳内物質。最後に大事な話です。ドーパミンよりも大事な一番重要な脳内物質があります。それはセロトニンです。
なぜセロトニンが一番大事なのか、それを解説していきます。本書で著者の青戸さんはこのように言っています。例えば睡眠不足の状況になると、生存のための睡眠が優先され、高次機能を発動させることが非常に難しい状態になる。呼吸や体温が乱れていると学習や仕事のモチベーションどころではないのである。したがって脳幹や肝脳などで司る機能のコンディションを整えておくことが、学習系や高次脳処理機能系のモチベーションを引き出すためには重要となる、というふうに著者の青戸さんは言っています。少し内容が難しいですが、要するに十分な睡眠や栄養が取れていて体が健康でないと良いパフォーマンスを発揮できないということです。モチベーションを発揮して自己実現するというのは脳の高次機能です。それに対して脳の低次機能は生きることに紐づくもの、例えば食べる、よく眠る、安全な場所に住むみたいなものです。人も生物です。生物の本能としてまずはそのような生きるための欲求を満たすために脳はエネルギーを使います。自分自身が生き残ることが生物として最重要なことだからです。そしてそのような生きるために必要なことが満たされてから、その次に自己実現みたいに高次なことを求められるようになる、高次なところにエネルギーを向けられるようになるということです。生きる欲求とか生き残るための安全が確保されて初めて、こんな人物でありたいとか、こんな人生にしたいというような、そういう欲求が出てくるし、そっち側にエネルギーを使えるようになってくるということです。つまりまずは生きる欲求を満たす、具体的には十分に眠り、食事からちゃんと栄養を取り、体が健康である必要がある、そのような土台があってこそ脳の高次機能が発揮されるということです。そこで大事になってくるのがやっぱりセロトニンです。セロトニンは別名幸せホルモン、やる気やメンタルの安定に関わり、気分を前向きにする、爽快感を与える、脳機能アップ、幸福感アップなどの効果があります。じゃあそんなに大事なセロトニンはどうやったら分泌されるのかという話です。セロトニンを出す方法は主に3つあります。その3つは日光を浴びること、リズミカルな運動をすること、よく噛んで食べること、この3つです。この日光、運動、咀嚼、この3つが引き金となりセロトニンは分泌されます。繰り返しですが、セロトニンは一番大事な脳内物質です。セロトニンは脳の状態を安定させます。よく脳というオーケストラの指揮者とも例えられるのですが、セロトニンは他の脳内物質、例えばドーパミンとかアドレナリンとかの各種脳内物質のバランス調整とかを行ってくれます。だからもう必須です。しかもセロトニンは夕方以降、体の中でメラトニンという物質に変わっていきます。これもセロトニンが大事な理由の一つです。というのもメラトニンは別名睡眠ホルモン、私たちに自然な眠気を感じさせて睡眠の質を高めます。睡眠の質を高めるというのは、具体的には寝ている間に細胞を修復し脳や体を回復させてくれるということです。また抗酸化作用、アンチエイジングの効果もあるため老化防止にもなります。良質な睡眠で脳や体を休めつつ、体の若々しさを保つことにもつながるということです。そして大事な点です。それはメラトニンはセロトニンから作られるということ。夕方になるにつれて人間の目に入ってくる光の量が減ることによって、人の体内でセロトニンがメラトニンへと変わっていきます。ですので午前中とか日中とかにいかにきちんとセロトニンを作り出せるかがポイントです。日中にセロトニンをたくさん作っておけば、日中は気分よく前向きに過ごせて、爽快感を持って過ごせて、頭の回転も高くて、それに加えて夜になれば夜ぐっすり眠れるというように、一石二鳥どころじゃないんです。要するに生活リズムを整えることがものすごく大事なんです。朝ちゃんと起きて太陽の光を浴びる、栄養たっぷりの食事をよく噛んで食べる、日中か夕方くらいまでにできれば運動をするというようなことが大事です。またちなみにセロトニンはトリプトファンというタンパク質と糖質とビタミンを元に作られます。基本的にこの3つは普通にバランスの良い食事をしていれば不足することはありません。ですので偏食せずにバランスよく食べることが大事です。ちなみにトリプトファンと糖質とビタミンを一品で全て含む食べ物はバナナです。ですのでセロトニンが不足していると感じる方は1日1本のバナナを摂取してみてください。そういうわけで生活リズムが整っていること、これがとても重要です。他にも本書では心理的安全状態が必要というふうにも言われています。またまた難しい言葉ですが、心理的に安全な状態っていうのは、危険とか恐怖とか不安、未知、
曖昧が少ない状態です。逆に危険、恐怖、不安、未知、曖昧が多い状態は心理的危機状態。そのような心理的危機状態だと前頭前野の機能が落ちちゃうので脳のパフォーマンスが落ちてしまいます。前頭前野は脳の工事機能を担う部分です。まあ要するに脳にストレスがかかると前頭前野がうまく働かなくて、脳の工事機能が働かなくて脳のパフォーマンスが落ちるということです。だからこそ心理的危機状態を避けて心理的安全状態を作ることが必要です。じゃあ具体的にはどのようにして心理的安全状態を作ることができるでしょうか。私たちができることは生活を整える、つまり睡眠、運動、食事を整える、あとはストレスをためずに解消していく、価値観とか目的とかゴールをはっきりさせる、あらゆる場面において最悪の状況を想定してみる、そういうのが具体的な方法になります。このあたりはこのチャンネルでよく話していることですよね。そういうわけで結局やっぱり健康が大事ですよという話でした。というわけで最後に内容をまとめます。 1. ドーパミンが人を操る仕組み。ドーパミンについて理解する上で大事なポイントが3つあります。それは快楽に関わる、報酬予測と報酬獲得、強化学習、この3つです。 2. ドーパミンを味方にする方法。それは目標達成の価値を明確にする、目標を細かく分ける、適切にフィードバックする、この3つです。3. 一番重要な脳内物質、それはセロトニンです。生存や健康に対する欲求を満たすことで初めて脳の工事機能が発揮されます。日光を浴びて適度に運動して、バナナをよく噛んで食べましょう。最後に今回本書を読んで一番心に響いた箇所を引用して締めます。以下引用です。私は自分が貢献したいこと、興味のあるものでなければ高いパフォーマンスは出せないと思っている。自分が知りたいこと、やってみたいことに対して純粋にのめり込むことでしか原動力にならないからだ。まさにドーパミンドリブンである。もっと多くの人が自分のやりたいことに素直になっていいと思う。それは学びが加速するからだ、という部分です。どうですか。今あなたはあなたが一番やりたいことに一番時間や労力を避けていますか。自分が今一番やりたいことは何なんだろうと定期的に考えてみることが人生をより充実させるだろうと私は思います。ドーパミンドリブンでワクワクした毎日を送りたいものだなぁと思った次第です。今回紹介した本、ブレインドリブン、パフォーマンスが高まる脳の状態とはについてまだまだ紹介できていない部分が多いのでぜひ読んでみてください。いつも通りリンクは下に貼っていますのでチェックしてみてください。ドーパミン、めちゃめちゃ大事な脳内物質です。まあセロトニンの方が大事なんですけど、はい。というわけで今回の知識が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。このようにこのチャンネルでは本の解説と人生の役に立つ知識の紹介をしています。最新の動画を見逃さないためにもぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。